優勝戦進出を決めました神宮バトルは2つ目11レースを迎えています。対戦メンバーは1号艇桑原正光、2号艇馬井義経、3号艇高沖健太、4号艇新地正宏、5号艇重野聡、6号艇中岡健人、以上6名によって争われます。枠なりでの作戦待機行動、人気の中心に押されている桑原正光がインコースをがっちりと押さえていきます。去年の初卸しから1年通してハイパワー継続、そんなエース11号機の有終の美を飾らんと、パートナーも気合はマックスとなっています。桑原正光、フラッシュムードは実にパワフル。もちろんここはインから速攻先手、押し切りを狙います。1号艇桑原、この外2コースには2号艇の馬義経が構えていきます。こちらもフラッシュムードは良好です。実績8号機を操る2号艇馬、3コースに構えたのは3号艇レース校舎です高沖健太、4コース角位置を取ったのは4号艇の新地。前半カードは0台踏み込み、軽快なまくりを展開、ベテラン4号艇新地。この外には5号艇、こちらも前半1着は重野聡です。 SG 歴代ウィナー、その貫禄を見せる戦いとなるか。5号艇の重野、大外6コースに6号艇の中岡が構えて、スロー3艇、ダッシュは3艇、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。あまり差のないスリット、6選手がほぼ揃って1マークに殺到していきます。1号艇の桑原が先手を取って、2コース2号艇馬が差してくる、握る3号艇の高沖、内を狙うのは4号艇5号艇ですが、先頭はこらえたか。1号艇の桑原、2番手追走、2号艇の馬ぐいぐいと詰めてきますが、1号艇の桑原ももちろん伸び負けないか。スタート正常でした。1番2番ハイパワー対決は平先ちょっぴりかかっている2号艇、1号艇の桑原が握って振り切った、打ち合いた4号艇新地飛び込んで、ここは一気に逆転。4号艇新地、上位体系は1番4番14体系、2号艇馬3番手、この内からは6号艇中岡で、レースは2周目で入ります。先頭は1号艇の桑原正光、2番手争いは4号艇の新地が優勢、内側から迫る6号艇2号艇が握る、その内側をついては5号艇の重野も追い上げて、3番手争いは3艇が一塊、内を通る5号艇の重野、外から2号艇馬、真ん中6号艇中岡、最後方3号艇高沖です。インから先手1号艇桑原、そして迫ってきたのは2号艇の馬でしたが、2マークは思い切って握っていきました。1号艇の桑原が先頭、そして2番手の 2マークのもつれをついてきた4号艇ベテラン新地が2番手、3番手に5号艇の重野、4番手から2号艇の馬となっています。コンマ1マルジャストでしょうか。好スタート、堂々押し切り決めたのが1号艇の桑原です。2番手から追走が4号艇の新地、3番手に5号艇の重野、上位3艇は1番4番5番となっています。パワフルな走りで見せ場作ったんですが、2号艇の馬押し込む4番手、後方からは6号艇3号艇となります。ラストマークの旋回からホームセッチへ帰りました。1号艇桑原が先頭、4号艇の新地2番手、3番手に5号艇の重野、上位3艇145、第11レース先頭1番の桑原五輪、2着4番新地五輪、3着5番の重野五輪、2番6番五輪、ラスト3番です高沖が五輪。以上、尼崎第11レースでした。